そばかすメイクみたいな感じでシミをねカモフラージュしております。これがね私のスキンケアのストックのコーナーなんですけど、本当にやっつけ作業みたいな感じで、あ終わったみたいな。久しぶりのまるちゃん製麺、いただきます。吐くのはないんだ、吐く吐く。うまっ、めっちゃ見てる。いやだって、すごい、こんな近くに鳥が来た。あ、すごい見られてる。吐く、It's okay。久しぶりにシカのパックをしてます。今これを使ってます。謎に最後の1枚がねずっと残ってたんで使いました。てかね、今私本当におすすめ のスキンケアがあるんですね。でちょっと今頑張って、どうにかお買い得にみんなが買える機会を作ろうと思ってるんで、ちょっと待っていただけたらなと思うんですけど、めちゃくちゃいいですよ。まあこれじゃないんですけど、これもいいんですけどね、これも私結構好きなんですけど、こんな感じで結構いろんなものを普段から試す機会が多いんですね、仕事柄。その中で本当に今一押しのアイテムを見つけたので、本当に楽しみに待っていただけたらなと思います。ただ、まあ、数量限定にはなっちゃうかなと思うので、そちらをチェックしていただけたらなと思います。で、ここにあるのが、YouTube の10万人達成した時の銀の盾。こんな感じで保管してる人いるのっていう感じですよね。てか、ちょっと見せようかな。本当に皆さんありがとうございます。あ、ちょっと住所があるから映っちゃまずいな。はっくん、みんなありがとうございますって、このね YouTube の社長からメッセージ付きで、本当にね10万人もの方に見ていただけるなんてもう全然思っていなかったので、びっくりですよ。私も私の家族とかもそしてじゃーん、みさきメイクアップってここに書いてあるんですよ。 For passing 100,000 subscribers。 本当に本当にありがとうございます皆さん。こんな床で今披露してるんですけどハク怖いね、ごめんね。ハクは怖がってるんで一旦片しますね。すみませんでした。すみません、お忙しいところありがとうございます。はい、うんうん、そうですよね、うんうんうん、手合わせてお互いにOK が出たらっていう感じになりますね。その方がいいですよね。ちょっと一応、まあ、っていう感じのところがほとんど多くて、うん、そうですよね。例えばなんですけど、そのからね、このブラシを全部洗っていこうと思います。でブラシを洗うときに、なんかねこういうシリコンのブラシ洗う容器みたいのがあったら、これの方がもしかしたら便利かもしれないし、節水にもなるかなって思うので、こういうタイプのものだったらいろんなところでね、これは多分ねSHEINで買ったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、そうオンラインで買ったものですね。でもこういうのいっぱいあると思います、 Amazon とかいろんなところで。はい、ということでどんどん洗っていきますよ。ちょっと手元が見えないんですけど、これ以上カメラの三脚がね下に行かないのですいません。で今日のクライアントの方はウェディングだったんですけど、めちゃくちゃ素敵だった。てかもう今月、先月ぐらいからもうウェディングのクライアントの方がほとんどっていうぐらい、本当にたくさんの方のメイクをさせていただいたんですけど、オーストラリアだとこうウェディングを全部自分で決めていくスタイルって言ったらいいのかななんかこう日本だと結婚式場があって、まあ、そこに披露宴会場があってドレスとかもあって、なんかもう全部そこで済んじゃうみたいな、ヘアメイクさんもいてっていうスタイルが多いのかなって思うんですけど、まあ、最近は違うのかな、日本ももしかしたら違うかもしれないんですけど、オーストラリアは自分でねケーキとかも手配して、場所も決めて、メイクさん、あとカメラマンさんを手配して
で、あとブライズメイドとかもいるじゃないですか。この親友の方が大体まあ3人とかで、その人たちのメイクもやるので、海外でウェディングのメイクってなると大体1日に、まあ、4人とかだから、結構朝早くからたくさんの人をメイクするっていう、もうなんかドタバタのままっていう感じなんですけど、やっぱウェディングのヘアメイクって幸せになりますよね、こっちも。だし、なんかそういう大事な日に携われるっていうことがなんかすごいありがたいなって思いながらやってるんですけど、いつも、まあ、他のお仕事でも皆さんの大事な日にそうやってねメイクをさせていただいてるんで、もちろんねありがたいなっていう気持ちなんですけど、なんかウェディングってまたちょっとね特別ですよね。美咲はどんな、ね、ウェディングだったのみたいな会話に絶対なるんですけど、私が自分が結婚した時のこととかあんま覚えてないんですよねで、なんかいつ結婚したのとかそういう話もするんですけど、いつだっけみたいな、結婚した日にちとかも私覚えてない系の女子なんで、毎年なんかお母さんから LINE で結婚記念日おめでとうみたいな感じで来る時に、あ、今日結婚記念日だったんだみたいな感じで、なんか今日結婚記念日らしいよみたいな、おめでとうみたいなこうなんか国際結婚の場合、私たちって3回やってるんですよ。オーストラリアで結婚して、その書類を、日本の領事館に持って行って提出して、で今度シドニーに行ってブラジルの領事館に提出する婚姻届をみたいな感じだったんで、なんかもうそんな3回もさ婚姻届とか書いてなんか手続きして、はいこれ間違ってます、やり直してくださいとか、じゃあシドニーじゃないとできないんでとかさ、で自分の国からその必要なね書類を送ってもらって、でそれを英文に翻訳してとか、なんかいろんなことを一気にやったので、最後の方は本当にやっつけ作業みたいな感じで、あ終わったみたいな。どうなんだろう、結婚なんか国際結婚あるあるじゃないですか。なんか手続きに関しては本当に最後の方はやっつけ作業になりません？だって多いんだもん書類が。 OK、 そしたら流していきます。やばい、外が暗くなってきちゃった。ハクの散歩行かなきゃいけないんでちょっと急ぎます。多分期待してるんでね、ちょっと一旦ハクの散歩に行きます。ちなみに今日はファンデをしてないんですけど、そばかすメイクみたいな感じでシミをねカモフラージュしております。来るよ多分。 Do you wanna go out? 来る来る来る、来た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 、 Yes! Do you wanna go out? ん？行きますか。心臓がすごいバクバク、行きますか。この時間の散歩がね本当に一番最高ですね。よい、うん、いい感じ。琴が餃子を作ってくれてます。すごいね、なんか琴の餃子スタイルってなんかムチムチしてて可愛い縁がわかる、こうなんかムニムニしたんだろうなっていう職人の感じが中国の私は片方だけこうハムハムする派、わかる？いくよ、私のやり方。こうやって縁濡らすじゃん。で、このこっち側だけ？あ、でもそれが正しい。うん、そうやって学んだわ。こっち側だけをこうやってハムハムするんだけど、多分ことは全体的にハムハムしてるから。はい、私の餃子は、うん、いやそれが正しい。こんな感じ。ことのことの餃子はこういうちょっとハムハム系。可愛いよでもこれも。これに関してはさ、もうハムハムしすぎじゃない？これハムハムしすぎじゃない？具沢山とはこのことを言うんだなっていう感じの、まあね、てかもう一発目あげる？はい、焼いていきますかね。お願いします。力入れる感じ？え、合ってる？なんかさ、こうやってくるんってなるように、あの餃子屋さんとかであるような感じにすれば。どうやって？大成功じゃない？一緒じゃない味。おいしい。うん。